両チームの先発投手をお知らせいたします。横浜 DeNA ベイスターズは上茶谷、6試合目の登板、2勝2敗。広島東洋カープは、森下、7試合目の登板、3勝1敗でございます。まもなく開始されます広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻の DeNA ベイスターズは1番レフト宮本、レフト宮本背番号00、2番センター上里、センター神里背番号8、3番ライト楠本、ライト楠本背番号37、4番セカンド牧、セカンド牧背番号2、5番ファースト外、ファースト外背番号99、6番ショート大和、ショート大和背番号9、7番サード倉本、サード倉本背番号5、8番キャッチャー山本、キャッチャー山本背番号50、ラストバッターはピッチャー上茶谷、ピッチャー上茶谷背番号27、監督は三浦大輔。高校のカープは
背番号63。4番ファーストマクブルーム、ファーストマクブルーム、背番号10。5番キャッチャー坂倉、キャッチャー坂倉、背番号31。6番ショート小園、ショート小園、背番号51。7番ライト中村健人、ライト中村、背番号50。8番サード田中、サード田中、背番号2。ラストバッターはピッチャー森下、ピッチャー森下、背番号18。監督は笹岡慎二。この試合の審判は球審吉本、塁審は一塁島田、二塁須山、三塁福家、吉本島田須山福家、以上4市審判でございます。なおこの試合の公式記録員は新です。試合開始まで今しばらくお待ちください。